仮に熱帯低気圧が発生して、その後台風に発達したとしてもですね、一応進路予想図は全部、フィリピンの方面、それから、フィリピンを通過して、ベトナムの方角に、つまり、西の方向に進んでいくということが予報されていますので、南シナ海を、日本への直接的な影響はないと考えてよろしいかと存じます。ですから、心配する必要はありませんよということなんですが、断定はできません。台風17号、2020年のソウデル、卵発生はいつなのかということを、速報でお伝えしてまいります。現在時刻。2020年10月19日月曜日の日付が変わって0時08分08秒になったばかりです。それでは早速見ていくのはウィンリーですね。今現在の時刻月曜日19日の午前0時になっています。上がこれが日本列島、これがフィリピンですね。すでにですねこのフィリピンの脇、フィリピン海ですね、フィリピンの右側、つまり地図上で言うと東側にですね1007ヘクトパスカルの低圧部、いわゆる等圧線が見えます。この輪っかはどのように動いていくのか。21日ですね、熱帯低気圧がフィリピンを越えました。22日に入りました。でこの辺からね結構しっかりと円がまとまってくるんですよね。中心気圧983ヘクトパスカル、991ヘクトパスカル。ここ南シナ海です。中国の海南の南側ですね。25日、984ヘクトパスカル。で、26日のあたりでベトナムに上陸というような形でほぼ消滅しましたね。26日。10月26日に ECMWF モードでは消滅をしています。27日になりました。完全に台風17号、ソーデルはなくなったというような形ですね。で、また新しい熱帯低気圧がちょっとこの辺に出てますね。1003ヘクトパスカル。ちょっと巻き戻しましょう。あーでもそんな目立ったあれじゃないですね。同じくウィンディとですね GFS モードでも同様に見ていきたいと思います。まあ日本から遠く離れているんで、まあいずれにしても結論はですね日本への影響はないです。おそらく私気象予報士でも気象庁の人間でもないので、まあ、ちょっとはっきりとした断定したことは言えないんですけど、月曜日19日の0時の段階です。しっかりとした台風17号になったのかなということで、ちょっと風速の方を周囲測ってみます。これが中国の海南島ですね。あでも弱いですね。一応台風の規定はですね、最大風速17メートル以上なんで、今ちょっとありましたよね。最大風速17メートル以上が台風18メートル、19メートル最大風速ですね。なもんで、まあ、一応台風17号ソーデルには台風には発達するのかなという感じなのですが、もうこの辺はもうベトナムなんで、まあ、西の方に進んでいきますから、このように、まあ、このように西の方へ進んでいきますから、まあ、それほどその勢力も強くない台風なので、直接的な影響を心配する必要はないと思われます。25日に入りました。25日の段階でベトナムに上陸してますね。で、ほぼ消滅しています。ベトナムに上陸と同時にですね、ほぼ消滅しているかに見えるのが台風17号ソーデル。26日に入りました。対流活動というのがちょっと確認できないですね。フィリピンです。で、この辺に低圧部があるはずなんですけど、ちょっとぼやっとしててわかんないですね。ウィンディの ECMWF モードの元になっている気象データのヨーロッパ中期予報センターのアニメーション画像も見ていきたいと思います。もう今すでに再生されているんですが、10月の18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、28日まで見れる形になっていますね。やっぱりこれも等圧線がちょっとくっきりしてるんですよね。やはり10月の24日、日曜日の午前9時と午後9時ですね。今これが午後9時の映像なんですけれども、24日、25日、うん、やっぱり等圧線がくっきりしてますね。だから、まあ先ほどのウィンディではそれほど強い台風には成長してなかったんですが、気圧配置図で見るとですね、台風17号ソーデルの進路予想図は、まあそこそこに濃い色の等圧線、が確認できようかと思います。気象庁の予報ではですね、まだ、
台風の熱帯低気圧の情報発表されていません。更新してもこのような画面になるので、まだ熱帯低気圧は発生していないということがお分かりいただけると思います。気象衛星画像も見ていきましょう。10月19日、午前00時、ここに上にあるのが日本列島ですね。日本列島の南の太平洋、つまりフィリピン海は非常に穏やかで、雲の渦が確認できません。ここはフィリピンなんですけど、フィリピンの東側に、やはり雲の固まった渦が確認できようかと思います。これが台風17号ソーデルの卵に当たる部分であるというふうに思われます。卵ですとは言えません、はっきりと断定はできないので、まあ、法律に触れる部分でもあるんでね、まあ、これが卵になるんじゃないかなということですね。米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンターの最新情報を見ていきたいと思います。気象衛星画像の時間なんですけれども、これは10月18日の午後2時半現在の気象衛星画像ということになります。5時半ズールですから、これを日本時間に直すとプラス9時間で午後2時半の気象衛星画像であるということが言えます。でここにですね、96W の予報円、対流活動の乱れを表す熱帯上乱の中程度の予報円が見えようかと思います。対流活動の場所なんですけれども、これをですねテキスト情報で見てみると、現在は 10.6 度、統計が 135.6 度の近くにありますよという意味になります。 Google マップで見ていきましょう。そうしますとこの位置になります。で、フィリピン海のフィリピンの東の位置ですね、ちょうどグアムとフィリピンの中間あたりに、先ほどの熱帯上乱、対流活動の乱れがあるということですね。さっきですね、沖縄県那覇市、沖縄県糸満市の南端の部分ですね、ここ荒崎岬、ここからの距離を測ったんですけれども、 1911.64 キロ、1187.84 マイル南南東のフィリピン海の海上にあるということがお分かりいただけようかと思います。で、まあ一応これ仮に熱帯低気圧が発生してその後台風に発達したとしてもですね、一応進路予想図は全部フィリピンの方面、それからフィリピンを通過してベトナムの方角に、つまり西の方向に進んでいくということが予報されていますので、南シナ海を、日本への直接的な影響はないと考えてよろしいかと存じます。ですから心配する必要ありませんよということなんですが、断定はできません。法律に触れる部分なんで、あくまでもそうなるんじゃないんですかという一時情報をもとにした私の勝手な個人的な意見です。この米軍のこの予報円なんですけど、これ熱帯低気圧じゃないんですよね。まあ、厳密に言うと熱帯上乱という、いわゆる対流活動の乱れ、を表しているものです。で、オレンジ色の意味はですね、中程度ですよと。監視対象なんだけれども、今後24時間以内に熱帯低気圧が発生する可能性は中程度ですよという意味合いのこの色になります。実は前回米軍はあれなんですよね。で、10月14日に赤い予報円、ハイですね。ハイの予報円を出して、これちょうどフィリピンの真上にあったんですけど、これが台風17号卵なのかなと、私ブログに書いたんですが、この赤色になるとですね、このトロピカルサイクロンフォーメーションアラートっていう熱帯低気圧発生注意情報が発行されるので、まあ、ほぼ熱帯低気圧が確実に発生するような流れにはなるんですけど、これね、結局、熱帯低気圧にもならずに消滅したんですよね。この 94W のこの予報円の輪っかは。で、まあ、キャンセルということになったので、また新しい予報円が出てきましたよと。96W ですよということになりますね。で、気象庁の天気図もちょっと見てみるんですが、10月18日の午後9時の段階まで、最新のもので、発表されています。そうしますと、やはりこのフィリピンの東側ですね、1008ヘクトパスカルの、この低気圧ですね、
トロピカルディプレッションではないので、熱帯低気圧ではないんですが、この10ノットって書いてありますね。10KT、これ10ノットって意味なんですが、これなんだろう、これ移動のスピードなのか、それとも最大風速なのか、ちょっとはっきりしないんですが、とりあえず10ノットの低気圧がフィリピン海、フィリピンの東の海上に発生していますよという気象庁の予報が出されています。お決まりの気象庁の海面水温ですね、前日10月17日時点のフィリピン海の海面水温、まあ、だいぶ温度、日本列島の南側の太平洋の海面水温は27度前後まで下がってきましたけれども、まだまだこのフィリピン海は30度の海面水温を保っているということで、台風が発達する条件の一つ、海面水温 26.5 度以上をキープということなので、油断はできない状況が続いているということですね。ただ台風17号ソーデルに関してはですね、仮に発生したとしても日本に直接的な影響は及ぼしませんよということになりそうなので、まあそれほど心配することはないのかなというのが今回の私の台風速報ということになります。今後ですね、台風速報チャンネルでは、まあ2020年はもうそれほど大きな台風は発生しないと思われるんですが、随時最新情報を更新して配信し続けてまいりますので、台風の動向今後心配な方はですね、ぜひチャンネル登録の方をしておいた方がよろしいのかなというふうに思いますね。私からは以上です。